半透明のプラスチックコップを2つずつ重ねたものを口の部分を合わせてセロハンテープで留めます。紙コップの底を切り落とします。底を切り落とした紙コップの側面を開きます。開いた紙コップの側面を型にし、黒画用紙を型より少し長めに切ります。切った黒画用紙を紙コップに入れ、その上に紙コップを重ねます。赤色、緑色、青色の発光ダイオードの長い線にボタン電池のプラス、短い線にマイナスをつけて、それぞれセロハンテープで固定します。電池をつけた発光ダイオードをそれぞれ半透明のプラスチックコップに入れます。紙コップの中に赤色の発光ダイオードを入れた半透明のプラスチックコップを入れます。赤色の発光ダイオードを入れたコップの中に口を合わせた半透明のプラスチックコップを入れます。部屋を暗くして光の色を確認します。紙コップの中に緑色の発光ダイオードを入れた半透明のプラスチックコップを入れ、口を合わせた半透明のプラスチックコップを入れます。部屋を暗くして光の色を確認します。紙コップの中に青色の発光ダイオードを入れた半透明のプラスチックコップを入れ、口を合わせた半透明のプラスチックコップを入れます。部屋を暗くして光の色を確認します。紙コップの中に赤色と緑色の発光ダイオードを入れた半透明のプラスチックコップを入れます。赤色と緑色の発光ダイオードを入れたコップの中に口を合わせた半透明のプラスチックコップを入れます。部屋を暗くして光の色を確認します。紙コップの中に赤色と青色の発光ダイオードを入れた半透明のプラスチックコップを入れます。赤色と青色の発光ダイオードを入れたコップの中に口を合わせた半透明のプラスチックコップを入れます。部屋を暗くして光の色を確認します。紙コップの中に緑色と青色の発光ダイオードを入れた半透明のプラスチックコップを入れます。緑色と青色の発光ダイオードを入れたコップの中に口を合わせた半透明のプラスチックコップを入れます。部屋を暗くして光の色を確認します。紙コップの中に赤色、緑色、青色の発光ダイオードを入れた半透明のプラスチックコップを入れます。赤色、緑色、青色の発光ダイオードを入れたコップの中に口を合わせた半透明のプラスチックコップを入れます。部屋を暗くして光の色を確認します。特定の色が強い場合はその色が一番下に来るようにします。強い色を一番下にしても、その色が強い場合は、強い色の発光ダイオードのコップにストローを挟んで隙間を作り、調整します。